名場面の短縮11秒版、すごくかっこいい。ヘリがビルの間から不意に現れて、アクション俳優みたいな神宮寺がシャープで美しい。ナンバー、I イ、ゴート、MV 名場面集ムービー公開。神宮寺ゆうたがビル屋上でヘリをバックに踊るシーンなど、ソロの見どころも満載。名場面を切り抜いて11秒に凝縮した、迫力あふれるショート動画。ナンバー、I 公式 SNS にて、 3月6日に CD リリースしたファーストシングル、ゴートの MV の名場面を切り抜いたショート動画が公開された。動画、ナンバー、アイ、ゴート、MV 名場面集ムービー。公開されたのは、平野信用、神宮寺優太、岸優太からなるナンバー、アイの新曲、ゴートの MV の名場面を切り抜いて11秒に凝縮した、迫力あふれる動画。 騎士のササシから始まるソロダンスシーンに、神宮寺がビルの屋上でヘリをバックに踊る様子。平野がスマホ片手に歩き出し、騎士、神宮寺と交流してダンスが始まるシーンなどが収められている。動画の公開が CD リリース直後だったということもあり、発売おめでとうという祝福の声が続々と到着。さらに、改めて見ると、ダンスのレベルが本当にすごい、めちゃくちゃかっこよくて目が離せない、という声も届いている。 名場面の短縮11秒版、すごくかっこいい。ヘリがビルの間から不意に現れて、アクション俳優みたいな神宮寺がシャープで美しい。紫テルさんが携帯片手に歩き出す姿がクールビューティー。岸くんのコケティッシュな感じも良いな。ナンバー、愛の CD、私の手元にも届きました。手にしてみると、かすかに温かく感じるのは、思いがこもっているからなのかなと嬉しかった。何度見ても MV はめちゃくちゃかっこいいのに。 曲紹介とかになると途端に面白可愛くなって、そのギャップがすごく好きです。いやあ、神宮寺さんはもちろんナンバー、愛の全ての動画 MV、切り抜きが名場面ですしレジェンドでしょう。加えるならダンスパフォーマンス、歌唱、そしてビジュアル、別格ですね。ヘリのところ、個人的に一番好きと言っても過言ではないです。かっこいい、ってなりました。